いやピサ熱っ、照りつけるね。なんか穏やかだな、いいね、人がいい感じがするな。もう明日カーニバルか。今回ナオトが訪れたのはアフリカ西部に位置するギニアビサウ共和国。今も争い事が絶えず経済は不安定、世界で最も貧しい国の一つだ。そんなギニアビサウだが、国を挙げて行うカーニバルは格別なものらしい。それを聞いてナオトはやってきた。カーニバルが行われる場所まで車で移動する。今日からこの西アフリカ編が始まると。いいじゃない、満を持して、天気もよし、カラッとしてよし。ただそのギニアビサウのカーニバルが、その規模がやっぱりそんなに派手にやれる財政がないみたいで、どこでどんな規模でやってるかとかがあまりこうまだ見えない状態っていうのが、またなんかドキドキワクワクでいいね。でも蓋開けてみたらすごいんでしょ、圧倒されるんでしょどうせ。あ、何してんの？ PV？ ちょっと見たい。何やら撮影をしている集団を発見。ナオトの触手が動く。ミュージックビデオの撮影のようだ。Quantos? Quantos member? Quantos member? Solo? Ah, solo. Hey, mucho gusto. Mucho placer. Hey, solo. ¿Cómo te llamas? Comandante Dilem. Eh? Comandante Dilem. Comandante Dilem. Dilemi. Lem, yeah, lem. Laimi, mira. Lem, yeah. Por eso llamar así, comandante. Hey, solo. Hey, yo eso cantante.Cantor de Japón, japonés, japonés también, también. Es muy interesante. Bandera, tío, bandera. 撮影再開。え？いいの？お言葉に甘えるナオト。何これ？ギニアビサウのミュージックビデオ。なぜか最前列に日本人。見慣れない光景である。なんとわざわざ車から降りて踊り出すおじさんが、これまた見慣れない光景である。それじゃ収まらず、カメラの前へ。もはや何でもあり。ありえない、ありえない、いやいや、ありえないよ。通りかかった人でしょ、ありえないよ。ナオト、ナオト、インティ、ライミ、セルカね、レミ、ライミ、セルカ。そう、ジャポネーシュ、見てプラスね、見てプラス。またね。ナオトは出会いを作る。そしてそうした出会いの一つ一つがナオトをまた形作る。いやー面白いわ。なかなか PV 撮影の途中にパッて通った車のおじさんが出てきて踊り出して PV 撮影入っちゃって帰っていくっていう現象は日本じゃなかなか起きづらいんでしょ。でこうやってパッと外人のなんか歌い手が一緒に来てこうなんか映り込むみたいな
あんまないんでしょ。面白いな。近いね、身近だよね。やっぱこうポンって知らない人が来ても受け入れるとか面白がるみたいな。どんな規模になってもそういう精神忘れたくないね。なんかおーやるぞやるぞみたいな。腹が減っては祭りはできる。カーニバル前に腹を満たす。チキンでかっ。食べる食べる。レストランを後にし、いよいよカーニバルと意気込んだナオトだったが、パレードキャンセル、パレードキャンセル、お金がない。なんとカーニバルの一番の見どころ、パレードが中止になってしまった。その理由は資金不足、経済の不安定さがこうした催しにも影響しているようだ。パレードは中止、しかし年に一度のお祭り、人々は集まってくる。気を取り直してナオトは歩いてみる。ナオトが歩けば何かに出会う。来た来た来た。来た来た来た。カーニバル来た。これ公式のパレードではないが、町の人たちによるローカルなパレードに遭遇。ギニアビサウのカーニバル、うわすげえ。小規模だが迫力は満点。人々の熱はすごい。相当熱いよ、熱気がやばい。大興奮のナオト。背にしてナオトは裏通りに足を踏み入れてみる。こっちはねやっぱね、なんだろう、ちょっとお祭り気分の日常じゃないんだけど、多分こういうとこにリアリティは広がってると思うんだよね。危ない。なんだすごいな。舗装されていない道を家々が囲んでいる。ギニアビサウの日常が垣間見える。裕福とは程遠い光景だ。しかしそれでも人々は陽気、積極的にナオトに声をかけてくれる。上手。グーグー。ウィンテボン？ガーナ？ない、ガカン。アキ。イネパルム。パルワイン。パルム。これはヤシの木の樹液から作ったお酒。まずい。ワイン？うん。パルムワイン？うん。
ちょっともう一回、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 なんかやっぱりまずい、酸っぱい。うわ、まずパルムワイン。賑やかな通りへ戻る。サッカーだ。当然ナオトも混ざる。アフリカでは人々がそこら中でボールを蹴っている。サッカーが本当に愛されている。人々がナオトに釘付け。音楽にサッカー、アフリカはこの男にとって最高の大陸である。これがもうカーニバルだな。その演奏とかやってなくてももうこれみんながカーニバルなんだな。これパレードなんだ。これ庶民が、庶民の皆さんがなあ、みんなで歩いてんだな。カーニバル、カルナバル、カルナバル、シナランジャ食べる。ナランジャデシデシデシ、はい。サッカーに付き合ってくれたみんなにごちそう。はいはいはい、はい、日が暮れ、通りはさらににぎわいを増す。なってないな。特にイベントごとはなく、食べ物を売る店が点々とあるだけだが、街中は人であふれかえっている。お祭りだね、日本のお祭り。ミノンブレ、メノンブレ、ナオトインティライミ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 、ロカリザ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 。子供たちがこぞって口ずさむこの歌、今ギニアビサウで大流行しているロカリザンという曲らしい。ロカリサ、ロカリサ、これギニアビサウだけなのかな。偶然だな。あとオレンジの衝撃の美味しさね。100だから20円で2個でしょ。安いね。あの美味しさは20円じゃないな。何かをこうあげると良くないみたいな、こう海外風習もあるけど、それは何でかって言ったら、きっとあの今後のいわゆるあげちゃうというお金、外国人からお金がもらえるって子供たちが思ってっていうのは、やっぱそれはまあ確かにね、ただただお金ばらまくのは権威を振りまいてるみたいでよくないけど、今日のあの子供たちがね集まってきて
みんなで一緒にサッカーしたり仲良くなってくれて、よしみんなオレンジ食べるか、あれはものすごい自然、日本でももちろんやってる。本当に難しい問題だよね。でもね、昔は本当にあげちゃいけないと思ってたし、なんかあげてる人見て気持ち悪いとも思ったし、なんかね、でもなんか自分がちっちゃい頃お祭りで近所のおっちゃんが駄菓子買ってくれたらめっちゃ嬉しかったもんねっていうあの感覚だよね。オレンジをあの1個がめっちゃ美味しいみたいな、あの半個がめっちゃ美味しいみたいな。